3人の天才が集結。ファン必見。ナンバーアンダーラインアイの全国ツアーが地方都市で巻き起こす熱狂とは、初のフルアルバム、No. アイに込められたメッセージ。2024年6月、東京有明アリーナで開催されたナンバーアンダーラインアイの初のコンサート、No. ウォーリングは、3日間にわたる熱狂的なパフォーマンスで、多くのファンの心をつかみました。このユニットは平野紫。 神宮寺雄太、岸雄太の3人で構成されており、彼らの初のフルアルバム、ノーアイの発表とともに全国7都市を巡るツアーも告知されました。このアルバムには、デビュー曲、ゴートや平野のプロデュース曲、ボン・神宮寺のプロデュースによるリードトラック、INZM など、全12曲が収録されています。コンサートは、 最新鋭のステージ演出と和のコンセプトを感じさせる盆栽のオブジェが飾られた独特の雰囲気で始まりました。ライブが始まると、三人の圧倒的な歌唱力と表現力が観客を魅了しました。彼らの声には天性の魅力があり、生で聞くとその質感と力強さが一層際立ちます。ビジュアルもまた、唯一無二の美しさで輝いており、観客の目を奪いました。このライブは、 ナンバーアンダーラインアイがデビューしてからわずか半年での開催ということもあり彼らの急成長と人気の高さを象徴するものでした特に彼らが日本の楽曲を世界に発信するという目標を持って活動していることがファンにとっても大きな魅力となっています秋からの全国ツアーでは宮城福井兵庫福岡北海道愛知埼玉という 普段なかなか行けない地方にも足を運び、ファンとの交流を深める予定です。このツアーに向けて、ファンは大きな期待を寄せています。特に、アルバムのリード曲がどのようなものになるのか、平野のラップ系か R&B 系のプロデュース曲がどのように仕上がるのか、楽しみにしている声が多く聞かれます。また、神宮寺のリードトラック INZM に対する期待も高まっています。 ファンは新しい音楽とともに、彼らの進化を楽しみにしているのです。ライブの MC では、神宮寺が観客に向けて感謝の言葉を述べ、こんなにたくさんの人が来てくださって、改めてたくさんの人に応援していただいていると再認識できます、と感謝の意を伝えました。この言葉に、観客は一層の応援の意を固めたことでしょう。しかし、ナンバーアンダーライン愛の成功は一夜にして成し得たものではありません。 彼らはデビューからの半年間で多くの魅力的な楽曲を生み出し、その過程で数々の困難に立ち向かってきました。彼らの音楽はメンバー自身がプロデュースに関わり、それぞれの個性と才能を最大限に発揮しています。例えば、平野のプロデュースによるボンは、その独自のスタイルとクオリティで、ファンのみならず音楽業界からも高い評価を受けています。さらに、 ナンバーアンダーラインアイの成功には彼らの強い絆とチームワークが不可欠ですメンバー同士の信頼関係はパフォーマンスにおいても強く表れています彼らのステージでは個々の才能が融合し観客に強いインパクトを与えるシンクロナイズドなパフォーマンスが展開されますこれは彼らが一つのユニットとして成長し続けている証拠と言えるでしょうまた 彼らのファッションセンスやビジュアルイメージもファンにとって大きな魅力です。ステージ上での衣装やヘアスタイルは常に最新のトレンドを取り入れながらも彼ら自身の個性をしっかりと表現しています。これによりファンは彼らの音楽だけでなくビジュアル面でも楽しむことができます。このようにナンバーアンダーラインアイは音楽のみならずファッションやパフォーマンスなど多方面で才能を発揮し ファンを魅了しています彼らの音楽活動は日本国内だけでなく海外にも広がりつつあります特に彼らの楽曲は日本語だけでなく英語や他の言語でもリリースされ国際的なファンベースを拡大していますさらに彼らの活動は SNS を通じて広く発信されており世界中のファンとの交流が可能となっています彼らの Instagram や Twitter では 日常の様子やツアーの舞台裏などが公開され、ファンとの距離感を縮めています。これにより、ファンは彼らの活動をより身近に感じることができ、応援の熱も一層高まるのです。彼らの楽曲制作においても、ファンからの意見やリクエストを積極的に取り入れています。これにより、ファンとの双方向のコミュニケーションが実現し、彼らの音楽は常に進化し続けています。特に、 新しいアルバム NO-I の制作においては、ファンの声を反映した楽曲が多く収録されており、リリース前から大きな話題となっています。また、彼らの活動は音楽だけにとどまらず、映画やドラマ、CM など多岐にわたります。これにより、彼らの知名度はますます高まり、多くの人々に認知されるようになりました。特に、彼らが出演するドラマや映画は、 そのの演技力やストーリーテリリテングの面で高く評価されており音楽とはまた違った魅力を発揮しています。ナンバーアンダーライン愛のこれからの挑戦には大きな期待が寄せられています。彼らがどのように成長し、どのような音楽を生み出していくのか、ファンのみならず音楽業界全体が注目しています。特に彼らが掲げる日本から世界へという目標は、 多くのアーティストにとってもインスピレーションとなっていますナンバーアンダーライン・アイの物語は彼らの努力と情熱によって築かれたものでありファンの皆さんのサポートなしには語ることができませんデビューからの短期間でこれほどの成功を収めた彼らは日々成長し続け新たな挑戦に取り組んでいます特に彼らの音楽に対するアプローチは常に革新的であり ファンの期待を超える作品を提供し続けています。彼らの初のフルアルバム No.I. は、そのタイトルが示す通り、彼らの音楽の頂点を目指す意志が込められています。このアルバムには、各メンバーの個性が光る楽曲が収録されており、それぞれがプロデュースした楽曲は、彼らの音楽的な幅広さとクリエイティビティを示しています。例えば、平野翔が手がけたボンは、 彼のユニークな音楽センスが色濃く反映されており、リスナーに新たな驚きを提供します。また、神宮寺勇太のプロデュースによる INZM は、そのリードトラックとしての位置づけにふさわしいダイナミックな楽曲であり、ライブパフォーマンスでも大いに盛り上がること間違いありません。岸優太もまた、自身の感性を生かした楽曲を提供しており、アルバム全体が多彩な音楽の旅へと誘います。 全国ツアー n ン u l i n e アイライブツアー2024は彼らの新しいアルバムを引っさげて行われる一大イベントですこのツアーは宮城福井兵庫福岡北海道愛知埼玉の7都市で開催され各地のファンとの交流を深める絶好の機会となります特に普段はなかなか訪れることのない地方都市での公演は 彼らににととっっってててももファンにとっても特別な意味を持っています。ツアーに先立ち彼らは各地でのプロモーション活動にも積極的に取り組んでいます地元のメディアや SNS を通じてツアーの情報を発信し多くの人々にその魅力を伝えていますファンとの距離感を大切にし直接交流することで彼らの音楽への熱意と感謝の気持ちを伝えています最後に ナンバー・アンダーライン・アイの物語はまだ始まったばかりです。彼らの音楽、パフォーマンス、そして彼ら自身の成長を見守る中で、私たちは多くの感動と驚きを経験することでしょう。これからも、彼らの活躍を応援し続けるとともに、新しいアルバム、ノ、no、ー・アイと全国ツアー、ナンバー・アンダーライン・アイライブツアー2024に期待を寄せています。読者の皆さんはどうでしょうか ナンバーアンダーラインアイの音楽やパフォーマンスに対する感想や期待、そして彼らの今後の活動についての意見をぜひ聞かせてください。彼らのストーリーは皆さんの応援とともに続いていきます。あなたの声が彼らの次のステップを形作る一助となるかもしれません。